本日は、天長唐辛子、まあ、ピーマンも一緒だと思います、はい、一緒やね、の、まあ、更新剪定といえばかっこいいんですが、うん、うちはあのほったらかしてたので今えらいことになってるので綺麗に静止をしているという感じの動画ですな、はい、まあ、あまり参考になるかどうか知らんけどこんな状態でもなんとかなるんだと、うん、皆さんに自信を持ってもらうために、はい、あとこうやって落としたものをね、はい、落とした枝からの青いやつはちゃんと取ってあのご自宅で私たちが食べるという、はい、まあ、食べるとこはないけどね、そういう動画です。こんにちは。あ、こんにちは。どうも、岩崎です。ママです。いや、バッキバキ折れとるわ。あら、しかも真っ赤っか。ちょっとね、ほったらかしてたからね、はい、取ってないからね、うん、まああの夏の間ね、はい、暑すぎてあんまりいいのが取れなかったんですよ、うん、直売所もあんまり出てなかったやろ。全く出てない。そうやろ、うん、もうみんなね多分こんな状態やったと思うんで、うん、ほったらかしてたら、はい、真っ赤になってね、はい、まあ、この赤いやつは辛いのかという問題があるので、お、食べてみる。甘い？全然辛くない。あ、そう、うん、完熟やからね。あ、まあ、赤ピーマンとかと一緒なのよ。なるほどね。まあ、これをペットしてるとまたあの、ね、食べ物を無駄にしたなんて変なコメントが来ますけど、はい、もともと食べないからね、はい、これはしゃあないからね。で、まあちょっとねこの無駄な枝をね、無駄なね、うん、バンバンちょっと取って、はい、で食べれる青いやつはちょっとずつね取ってるんですけど、うん、まあちょっとここはまあとりあえずこんな感じ、まあ、こんな感じで赤いやつはまあ勝手にまた落ちると思うんやけど、はい、で脇芽もバシバシ取っていって、うん、やればまあ、これがね正解やよね。はいはい、大きなとね、うん、いや、 やっぱりね暑さでね肥料吸えなかったんやと思うのよ、うん、まあ追肥もしてやろうとは思うんやけど、うん、このまあこれはまあ長いですけど、まあシシトウとかトウモロコシとか、トウモロコシちゃうわ、ピーマンとか、うん、この辺はこれからまだ10月ぐらいまで取れるので、はい、終わらさずに、はい、ちょっと大事に育てるのも一つの手かなとは思いますな、ね、牙置いといて。そう、ここらえぐいな。すごいね、うん、まあまあ、えぐいなというか俺らが何もしてなかった、何もしてないだけ、ほったらかしだからな、パパが見えないぐらい。おう、ちょっとこういうね無駄な枝は落として、ほんまは3本とかにね仕立てていけばいいと思うんやけど、うん、まあ、まあ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 、もうバシバシね、はい、取っていきましょう。うん、前が見えるようにね。おう、誰の動画やって話や。そうそうそう、ま、今全く見えてない。そう、主役がいないとどうすんねんみたいな。そう、よいしょ、バキッとね。おお、すいてきた、すいてきた。よいしょ、で、よいしょ、あ、出た、イエイ。まあこれはね、関西でいう伏見山長唐辛子。はい、天長、あ、俺だ、俺だ、バキッと、ああ、俺ともだ、バキって言ったで。まあまあ、ええわ、いい、天長唐辛子ですわ、はい、ね、で、まあ、どれか一本生かしといたらいいかな。あ、これ、うん、これが枝がどれが大きいんや。あ、これ、あ、ここ2本しかあれがないからもうこれでいいか。何を言うてかわからんな。そう、まあもう思い切ってねバシバシ切ることですよ。思い切り大事ね。うん、こんなねもういっぱい残しててもしゃあないからね。しゃあないな、うん、うん、で、こいつらもさ、もう暑い間はね、下手、腕となってね、サボってたからね、うん、そう、これから本気になってくれると思うので、これから本気、うん、本気にならすためにも、やっぱりいろんなところにな、あちこち気が行くとさ、うん、やっぱ気が散ってダメなので、そう、身もちっちゃなるしね、そう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 、もうバシバシ打ってな、打って打って、そっちも降りたいけど、まあまあ、そっちはまた後で行くわ、そっち側からね、うん、これなんか3本になってからな、はい、ちょうどね、うん。ハサミとか、うん、だからもう、あ、変な虫が、こう、こうね、バシッと切って、うん、これが本軸ね、こう伸ばしていって、うん、まあまあ本軸を意識した方がいいんですが、うん、もう意識、ね、うん、見てや、これ見たな、なんでこんな赤くなってるって、大きくならずに赤くなるかもう取られへんわけよ、うん、だからもう、でもさっき見たようにさ、ちょろちょろ大きいの出てきてるやろ。そうやね、うん、大きいのまた出てくるからな、うん、もう暑さも一段落したら、はいはいはい、だからもういらん枝こうやって落として、
3発うん、3発してやって、これ隣やな、うん、これはもうこんなもう何しかね、ほったらかしやからぐっちゃぐちゃなのよ、ぐちゃぐちゃ、うん、おどこよえいね、え枝もデラランになってるやろ。そう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 、こうね、うん、あ、まあまあこれよ。そう、そいつなんなん、これなんかわからんけどめっちゃ辛いのよ、もう かじれへんだよこれ。また違う種類なのよね、これ今まで。でも同じように種も開いて、種の袋入ってたからな。そう、こう混ざってたんかな。うん、なんか突然変異的なもんじゃない。うん、よいしょ。ああバキバキバキ、バキバキ言うてよ。あしか言ってない。いや、ほんまな、でもな、これからな、一通りもキュウリなんか売りかのやつはどんどん終わっていくやろ。そうやね。うん。で、まあ収量が減ってくるわけよ。はい。そっちダラーになってまたそっち後で行くな。うん。これいらんわもう。この子ね、この木自体いらんな、うん、こいつな。これはどうしたらいいのこれ、こんな辛いやつ。辛かった。うん。めっちゃ食べた？そう、食べてない。辛いの嫌いやもん。うん。いや、ママ食べてないよ、うん、なんで辛、パパが食べたんやの。そう、食べた。めっちゃ辛いもん。水もないから辛い口のままずっと働いてた。それはきついわ。うん、ママもこれもトマトかも。はい、綺麗やよなこれ。虫もつかんと綺麗だよね、うん、これ唐辛子で売られへんのかな。何唐辛子か分からへんからな。そう、名前が不明なのはあまりちょっと売れない、ねね、ちょっと細身やからね。ひもとうとかそっち系なのかな。ひもとうって辛いか。ひも唐辛子、うん、まあ、あ、でも甘長ではないよねこれ。違うと思うよ。とこれね、うん、明らかに違うよね。このゼレーなってどれ伸ばしてんだか分からへんねん、もうバッチバチ行けばいいの、うん、これね、元気になったらまた伸びてくからね。はい、うん、思いっきり切るのが大事。え、思いっきり切るのが大事よ。っていうかちゃんと世話してやるのが大事。あ、ほら根元で折れたよ。どこや。あちっちゃなったよ。ちっちゃなった。いやこれちょっとこの支柱に合わせたいんやけどさ。そうやな、これ合わそうとすると折れるのよね。ミクリクイーンってやってもな。そう、まあ、ああ、もうこれもこの辺で折っとくか。まあ、おう、また変えてくるよ。変えてくると思う。うん、もうわっそうせえからな。いや、ほんでな、収量減るやろ、はい、いろんなもんが。そう、そんな時にな、はい、あのこういうのが残ってるとさ、うん、それなりにプラスアルファになるのよ。ね、出荷できるね。うん、いや、こんなん本式で栽培してるみたいな怒るやろ。そうね、そうね。まあ何でもかんでも栽培してるとな、優先順位ができるのよ。うん、はい、優先順位が後回しになるとこういうことになるんやね。はい、で植え付ける、ほっとく、収穫するとかいう変な言葉とともに、はい、堂々とほっとくということ。ほっとかれてるのよ、うん、この子らは。隣にも行ってしまってさ、だいたいこの支柱自体が適当やからな。そうそうそう、うん、家庭菜園かみたいな支柱やからさ。ぐっちゃぐちゃやな。でもまあどっかで一回整理してやるとな、うん、綺麗な真ん中にまたなるからな。そうだね、うん、まあでも今大事、今やっとくべきか、うん、こんな先っぽがな、結局ないっぱい栄養いかんとな、実ばっかなってな、はいはい、でもう栄養が止まって赤くなってしまうよ。あ、多分あれよ、これ赤くなってるのも、はい、あれと一緒やと思うねん。ブルーベリーの葉っぱが赤くなるのとかさ、紅葉するのと一緒で、うん、あの肥料が止まってしまうから、うん、もう完熟に入ってしまうよ、はい、肥料があったらもうちょっと大きくなると思うね。そうだね、肥料が ない原因としてはもうやっぱり枝葉がいっぱいありすぎて肥料が分散してなくなってるっていうのと、うん、やっぱり暑さで乾燥して全然肥料が増えなかったっていうのと、うん、でまあ根本的に追肥をしてないっていうのと、追肥をすればまた復活すると思うよ、うん、あ、これなんか綺麗な形になったやろ。そうだね、あとこいつ誘引してあげたら。そう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 、誘引、あ、そっちが、うん、そうそうそう、そっちが垂れてるのか、そっちがデレーンってなってるから、これな、起こしてあげたら。起こすというか、もうこの辺で切ってしまえ。あ、そういうのもありね。うん、あんまりやりすぎたらな。そうそうそう、勢いがなくなってしまうよな、ね、うん、まあでもそのうち復活するやろ。こんな赤いのばっかり見つけててもしゃあないやろ。まあな、まあそのうちなんとかなる
だろうやね。知ってる？うん、聞いたことはあるフレーズやね。金のないやつは俺んとこへ来い。そうなの？俺もないから心配するな。今聞いたらおもろいやろ。漫画？漫画じゃない、植木ひとし。知らない？うん。パパもそんなに知ってる世代じゃない。あ、そう。パパはどっちかというとドリフターズの世代やな。今年このカメムシ多いな。多いよ。これめっちゃ多い。めちゃくちゃ多いよ。その葉っぱについてるやつでしょ。もうこんなとこカメムシつかへんもんな普通な。だってこれ唐辛子やからな。カプサイシンがあるからあんまりつかへんのよ普通は、ね、虫が。なんでもええからな。そうそうそう。こうなってきたらな。ね。ほら、だんだんって垂れて。これどうするよ、ここ引いとくか、これ。まあ雑草よけになるんか。うん、なるけど虫がたかるぞ。そうなのよ。ああ雑草マルチとかみんな言うけどさ、うん、この時期なんか虫隠れていかんで。ねえ。越冬するでしょ、これ。キュルリーララやで。おお。わかる？うん、わかる。越冬ツバメ。おお、そうやん。ね、まどかひろしやで、知ってた？え、知らん。あ、そうなん？うん、作詞作曲。あ、そうなんや。だって、ヒュルリー、ヒュルリーララってなんかそんな感じやん。おお、そうやな。え、回って、そうそう、飛んで、飛んで、それそれ、回って、おお、すっきりした、今いいやろ。うん、もうこんなとこ入ってるのに、取ったよね。いや、ほんまにな、秋からな、秋に夏野菜へたっていくやん、秋口になったら、はい、うん、もううちの収録の青じそも終わるしさ。そうやな。まあ、そうなった時のためにこういうのでね、あると便利よ。便利ね。10月11月ぐらいまでいける？まあ、10月いっぱいまで行こうと思えば行くんじゃない。うん、これももう、つまりバキッてだいぶやりすぎかもしれないけど。そうだね。でも復活すると思うよ。うん、これもどっか止めとかな。ここ止めとくか。よいしょ。お、そっち、こっちに行くか。うん、お、もうおるな、先客が。先客、おお。もうこれ腹立つね。よいしょ。よいしょ。めくじゃ。あ、まあこんなもんでいいか。はい。実演になってたかこれ。大丈夫かな。もっぺんな、じゃあこれで説明しようか。はい。はい、ほんまやったら、このな、3本仕立てとかで3本にするんやけど、はい、夏の間ほったらかしてジャングルみたいになってるから、うん、もう主要な、その細かい枝は全部落として、はい、で主要な枝だけにするんやけど、うん、これはもうこっちがいらんな。こんな感じでいっぱいいらん枝が出てきて、まあ、その時にちょっと食べれそうなやつは一緒に取っといてな。まあまあまあ、そういうやつはちゃんと食べないと、もったいない言うて、また変なコメントが来るからな。うん、で、もう、うん、もうだから一本にするのね、主軸でね。いや、一本というか、まあ、大体大まかに3本にするぐらいのな。うん、1本ですよね。うん、でこれがな、ほらこういうな、もうやったら長いやつはな、うん、もう途中でこの辺でこう止めてな、お、 こっちの脇芽に頑張ってもらうよみたいなな。はいはいはい、これもえらい脇芽が絡まってる。ちゃんと説明できてたと思う。ちょっとこいつが邪魔なのよ、これ。ああ、それ邪魔。うん、じゃあそれもう切ってよ。切ってよ。え、俺が切るの。そう。なんじゃ、働けお前も。あ、もうこれ、うん、うん、はい、もうこれ持ってまえ。これでやろう。いや、な、ピーマンとか、まあ、パプリカとかはちゃんとな、まあ、ピーマンでもまあ。いけるかな、うん、やっとかなあかんと思うんやけど、もうこの甘長とかはな、結構背強いからな。あ、うん、バンバンこう脇からいっぱい生えてくからさ、はい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 、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンバンみたいな。うん、違う、うん、違う。何が違うか分からへん、うん、どう違った分からんけど、なんか違うような気がする。あ、そう。おお、全然好き好きやね。おお、好き好きすや。おお、いいんじゃない、こんな感じで、ね、戻ると思うで、ほんまに、うん、余裕のへのかっぱで。あ、そう、うん、もう気温がな、こいつらのもうほんまわしらの時代だぜみたいな感じになるからさ。そうね。でまたこの辺から生えてくるってわけ、なんぼでも下からね、いっぱい生えてくる、うんうん、いやでもほんま
虫つかんな、これな。そうだね。ピーマン系は虫つかんからいいよね。いいよね。うん。これもまあ無農薬で頑張ればできんじゃない。うん。で農薬なんか一切巻いてないしな。巻いてない。うん。あとさ、はい。まあもうこっからな、もっぺん人生仕切り直し。はい。だいたい40歳ぐらいかな。こいつら？うん。うん。まあ一つのキャリアができましたと。はい。じゃあもう一つ人間として生き残っていくためにということで、今枝を落としてな、うん、新しくするためにやっぱりいろんな知識や教養や経験やがいるわけですよ、うん、ね、こちらもな、うん、こうやって試練が一回も身につけたキャリアのいらん部分を全部捨てて、うん、新しい自分になるために、うん、今度何が必要かって、うん、やっぱそのための肥料やな、おまた新しくこうやってな一回無駄な部分を削ぎ落とした後も、ね、伸ばすためには自分のとっても必要な肥料が必要なんですよ、はい、なので追肥やな、そうやな、でやっぱりこのな、こんな真っ赤になるっていうのはな、うん、まあ、これは音かどうか知らんけど、おそらくカリウムとかが足りないと思うで。カリウム、うん、うん。やっぱり実を作るのはカリウムがな。はい。あ、カメムシ。うん。何やこのカメムシ。くっついてるよ、ほんまに。あれか。クモの巣にくっついて。クモの巣に絡まって。うん、まあ、そんな感じでな。はい。いると思うのよ。うん。うん、だからまあ追肥をな、はい、ちゃんとしっかりこうまたやってやってやって、間にね、一回したんかな、一回だけや、この穴あるということは、うん、まあもう一回ここの穴でいいと思うからちゃんと追肥して、うん、はい、株と株の間ね、そう、で、肥料をね、吸ってね、はい、また彼にも羽ばたいていただきましょうよ、そうやな、頑張ってもらわんとな、うん、よいしょ、あれこれもう一回これ取っていいな、うん、多分これね、ほんでね、もうあんまり先ばっかり伸びてるようなら止めれば脇からいっぱい生えてくると思うわ。そうだね、うん、上を止めるっていうね、これ簡単やからな、うんうん、ただ簡単とはいえさ、直売所ではないからさ、ないよね、これ出せば売れるよ、そう、うん、まあ、これもうほんま、よいしょ、隣に隣に行ってるわね、絡まってるよね、まあ更新剪定みたいなもんやな、そうだね、更新剪定ちゃんと剪定してやってないのにほったらかして真っ赤にしてるからこんなことになってんのに、うん、更新剪定ってよく言うなお前らみたいな感じやなまあでもね、そりゃいろんなね YouTuber さんみんな完璧に何でも育てさえはるけど、はい、うちはそこが完璧じゃないところが売りやからな、うん、こんな状態にするの、ね、そうそう、まあ失敗しました的なね、はい、まあ、いっぱいあげるからね、まあでももうこういうのがね勉強になるのよ、うん、やっぱりね、大谷翔平のホームランの打ち方をね見て同じようにホームラン打てるから大間違いやから、うん、やっぱホームラン打てない子が打つから意味があるんだよな、うん、まあ、ホームランは永遠に打たれへんけど俺ら、そうね、当たらん当たらん、うん、よっしゃ、まあええわ、こんな感じでダラダラと今日は話してみましたが、はい、こういうね、いろんなお野菜のお悩み相談じゃないですけど、はい、家庭菜園セミナーやってます、はい、こちらと言いたいところですがまだそんな、うん、チラシはできておりません、はい、もうチラシもさこちらっていう専用でさもう印刷かけんとそれ用で作っといてよ、なるほどね、画面用にそれでいいんか、うん、インスタ用とかにね、うん、あれインスタにあげようかな、ショート動画さもったいないやろ、いい全部消してんねんけどさ、もう容量重たくなるから、うん、インスタでもあげようかな、リール、そうリール動画、うん、うん、だからなんやねんこれもこんないってるやん、もうこれがもう真ん中でポキッとお隣さん、うん、ポキッと折ってこの辺からまあ脇芽頑張れでいいんじゃない、はい、無駄に伸びてるね、無駄に身につけてちょっとはたまったこんなんけあーまあ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 何袋もならんもん、ね、そうね、家で食うぐらいなパパ好きなやろ、まあ結構好きよ、ね、何佃煮じゃないけど甘辛く、甘辛くな、炒め炊きっていうの、うん、うん、ご飯のおかずになるね、へ、まあ、ということでダラダラと話しましたけど、はい、まあ、こうやってスッキリさせれば、ね、うん、また元気に育ってくれると私は信じております、また抜いちゃダメ、そう、うまくいくかどうかは知らんけど、はい、はい、おしまいです、はい、それでは皆さんさようなら。